はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、資格を本気で狙うための勉強法3つとおすすめツール2つということで、ライフハッカーさんに掲載されていた記事をですね、元にお話をしていきたいと思います。で、ですね、勉強法ということで3つ紹介されていて、大量暗記法、やる気を作るモチベ術、合格から逆算するプランニングということで、それぞれですね、大量記憶法に関しては有名な田辺先生がですね、提唱されていた紙1枚でですね、大量に記憶するっていう方法、やる気を作るモチベ術っていうのは資格付き合いの紀藤先生が提唱されていて、これは休んだり音楽聴いたりとかしましょうねってことと、あと合格から逆算するプランニング、これは天才向けですけど紀藤先生が提唱されていて、過去問から入るっていう勉強法ですね。こういったのはちょっと各々ね、一つ一つ以前動画でもご紹介したので3つ見てほしいんですが、今日ちょっとご紹介したいのは勉強ツールで、すごくおすすめのものですね。2つあって、まずレムノートというものですね。これ暗記カードみたいなもので、スマホでですね、暗記カードなんかを、使っていく、普通だったら、昔だったらね、なんか紙に書いたりとかして、自分でもう見てね、何回間違えたとか、なんか正の字つけたりとかしたと思うんですけれども、スマホなんかでですね、今できるので、それがどれぐらい間違えているのかとか、データ化、数値化できるっていうところで結構便利ツールとして、多くの方が使ってます。でもう一つが、スタディプラスというもので、これ学習記録 SNS で、私なんかはですね、勉強赤反対とかね、なんか言ってちょっと批判されたりとかしたこともありましたけれども、まさにですね、学習記録をなんかこう投稿していく SNS で、皆さんやっていてね、人とつながったりとか、時間とか内容とかね、こう投稿することに対して、いいねを押したりとかっていう形でね、人とつながったりとかすることができるっていうものなんですけれども、私としてはですね、スマホそのものが悪っていうふうに考えを持っていたので、例えば私がこのレムノートとか使ったらですね、レムノートを開いて、それレムノートだけで終わればいいんですけど、ついでにヤフーニュース見たりとか YouTube 見たりとかってしちゃう恐れがあって怖かったんで、私はこういう SNS 系のツールっていうのは使ってなかったんですけれども、でもツールでね、自分が実際に良かったものとして、最後ご紹介するのが、エビリングハウス付箋というものがあって、これすっごい良くて、私がですね、勉強していた時はこの付箋は使ってなかったんですけれども、この公式のグッズのね、付箋は使ってなかったんですけど、まさに同じことをやっていて、エビリングハウスの忘却線っていうのはすごい有名な話があって、皆さんも知ってると思いますけれども、人がね、一回こう覚えたものを何時間でどれくらい忘れていくか、そして、何時間後に暗記し直すと記憶が定着するかっていうのを、なんていうかな、研究としてあるわけですね。3日後に、まずは何時間後、次は1日後、次は3日後、次1週間後に覚え直す方がいい、そういう形で、サイクルみたいなのがね、研究結果としてあるんですけれども、それを、それに沿った付箋があるんですよ。要は一つ暗記したいなと思った表がありますね。でそこに付箋を貼るんですよ。で、未審面になっていて、こう切り取ってですね、切り取っていけるんですよ。で、何日後になった、はあ、これをもう一回見たよって、見たら切り取っていくって形で、最後全部ね、切り取るまでやっていくことによって、記憶を定着させるっていう形で、そういうツールがあります。これめちゃくちゃいいと思います。私も、このツールは使ってなかったんですけど、付箋に書いてですね、3日後、7日後、1週間後っていう付箋をですね、色分けしてベタベタ貼って、3日後になったらその付箋を剥がしてっていう形で、ずっとエビリングハウス忘却線理論でですね、暗記のし直しっていうのを続けていたので、こういう形でツールをですね、今いろんなツールありますから、いろいろとね、使っていただいて、学習をね、効率よく学習できるようなね、風になっていただければというふうに、思います。はい、私はですね、こういったツール、スマホ関係はやらなかったですけど、私の勉強法はひたすらストイックに勉強するっていうだけでしたけれども今やっぱりね、スマホで予備校学習とかいろいろある時代ですから、そういうのをうまくね、活用するっていうのも一つありだと思います。はい、あとエビリングハウスの付箋めちゃくちゃおすすめですので、暗記したいものがあればこの付箋を使ってね、暗記していくっていうのが結構いいと思います。そんな感じで今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。